皆さんおはようございます。レーシングドライバーの平手浩平です。本日はですね、僕休日ということですね、これからちょっとある方をお呼びしてですね、ドライブしようかなと思ってます。そのある方というのがですね、今シーズン僕とね一緒にチームを組む、千代選手。今日ねこうすごくいい天気なんで、ちょっとねこの横浜近辺ドライブしながら根掘り葉掘り聞きながら、ドライブしたいと思っております。でですね、彼がねまだちょっと到着まで時間があるので、その前にですね僕の愛車紹介、サクッとちょっと紹介したいと思いますんで、R35 GTR、今ね GTR の一番、最新モデルではないんですけども、僕のこの GTR は、08モデルというんですかね、一番初期型のモデルになりまして、昨シーズンから僕日産に移籍したので、こちらの車購入しました。はい、本当にねパワーもあって乗りやすいで、街中で見てもやっぱかっこいい車なんで、もう前からねやっぱ日産に移籍したら GTR 乗りたいなと思ってたんで、プライベートでもね、よく乗ってます。ちょっといじってるよぐらいのレベルでしかまだないんですけども、紹介したいなと思っております。はい、まずね簡単にじゃないですけどね、まずねワンポイントですね、こちら。はい、これ牽引フック。はい、サーキット走るわけじゃないんですけども、ちょっとやっぱ牽引フックがついてるとこうやる気、サーキット走るんだなっていう、こうちょっとやる気を見せるこうワンポイントアイテムとして、赤のねこの牽引フックありますけども、はい、こちらが一つポイント。あとはねこのカナード、これねよくレーシングカーとかこういうねカナードっていうんですよ、このウィングみたいなやつ、これがねついてるんで、もう前から見ると、あ、本人やる気だなっていうやる気だなって、別に街中でねすごい飛ばすわけじゃないんですけども、見た目ねかっこいいですし、はい、カナードがついてます。はい、でですね、タイヤ、ホイールですね、皆さん見ていただきたいんですけども、ホイールはこちら、レイズさんですね。タイヤが、僕がスーパー GT でお世話になっている、ミシュランさんの、パイロットスポーツ、ですね、こちらを、今装着しております。ライト系がねちょっと自分で、ポジショニングランプね、つけたりとかするぐらいで、ほとんど見た目はねノーマルです。じゃあちょっとね、内装って言っても内装も何もいじってないです。ちょっと皆さんに GTR ってどんなもんや、ちょっと待った、皆さん今俺簡単に開けたけど GTR の開け方知ってる？ピットストップってすごいこう短い時間でドライバー交代しなきゃいけないんで、ふーんって構えて、よーし来たーって、僕らドライバーが一番最初にやることはこのドアを開けることなんですけど、こう指一発バスって入れて開けるっていうね、はい、この作業が必要なんですけども、まずここにこのなんていうんですか、このボツボツついてますよね、これを押すとノブが出てきます。でこのノブを引っ張るとドアが開きます。せっかくなんで平手浩平ファンのためにですね、助手席に乗ってもらいましょう、カメラさんもね。はいはい、こんな感じですよ。こんな感じでね、今から皆さんと休日を共に過ごそうかなと、はい、思っております。でね、エンジンはねかけ方かっこいいんですよ。これまたねここにスタートボタンがあって、ブレーキ踏みながらこれをねパツッと押すとブーンと、ここに GTR って表示されましたでしょ。はい、ブーンね、はい、こんな感じで、GTR スタートします。本当まだ購入して1年しか経ってなくて、これからどんどんねこう、エアロとか外装、内装もね含めてチューンアップしていこうかなと思ってるんで、そちらねまた YouTube の方とかでも、皆さんにご紹介できればと思ってますんで、ぜひ見てください。はい、以上になります。はい、ではですね早速千代選手をお呼びしたいと思います。あれさっきまでいたんだけどな。いたおはようございます。ごめんね、休日にお呼びしちゃって。いや、とんでもないです。皆さん、休日の千代選手です。すごい。なんか休日からテンション高いですね。いや、やっぱ休日でね、やっぱ千代くんと一緒にいるとテンション高くなるでしょ。嘘普段二人でいてこんなテンション高くないじゃないですか。そうバレたとか。今日はね、いろんなね、コロナの影響で、いろんなイベントがね、自粛になってるんで、平瀬さんと YouTube でちょっと盛り上げたいなと思って、朝早くからちょっと眠そうだよね大丈夫？千代勝正です。33歳、平手さんの1個下です。そうだね、学年1個下でね、はい、同じ86年生まれなんですけど、レースの、キャリアは、結構僕たち世代は近いんですけど、全然そのレース始めたのが15歳だから、
結構その遅れて始めたんですよ。そうでフォーミュラーに上がったのも20歳で、なるほど、多分平瀬さんがもう海外とかでバリバリレースやってた子に、うん、日本のジュニアフォーミュラーとか多分やってたんで、かぶってないんですよ、はい、そうだね。で2015年に、うん、まあ、海外のブランパンと、うん、あのオーストラリアのバサーストのチャンピオンになって、2016年からスーパー GT500 クラスに参戦して、うん、で去年はあの海外の、ね、インターコンチネンタル GT チャレンジというレースに出てて、うんうん、っていう形で、まあ、まだ GT500 は4年目なんで、皆さん何年目か、10年ですよね、以上、はいはい、なので、はい、ちょっと後輩なんですけど、キャリアは、はい、今年はいろいろ平田さんに教わりながらね、いやいやいや、ま、あのこんな感じのざっくばらんな話を、はい、あのせっかくなんで、はい、あの僕のこの愛車に乗りながら、はい、ドライブしつつこういろいろ聞いていきたいと思うんで、了解しました、今日一日よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、はい、よいしょ、お邪魔します、いやいや、よっと、あ、平田さんの運転で僕は助手席珍しくないですか、初めてかな、初めてかも、そうだよね、基本的にあの千代くんに運転してもらってる、はい、いつもね、はい、じゃあ出発でーす、はい、僕は休日何時頃朝起きるの何時ぐらい起きるかな、もう適当、時間は適当ですね、あ、でも、うん、最近なんか年のせいか、うん、ちょっと早起き、何年のせいかってまあ俺もそうなんだけど、最近なんか目覚めちゃって、うん、9時半とか5時半、9時半9時半、ね、5時半がおじいちゃんじゃないですかいやもう年でとか言うからさそんな年じゃない、変わんないじゃないですか、ね、しかも5時半って聞いたからええだろ9時半とか起きて、うんうん、この前なんてなんか健康的に朝普通になんかジム行ったりとかして、うんうん、ああね、見た見た、インスタでね上げてたよね、あのジムは何、家の近くにある、あ、近くにあるんですけど、そうなんだ、そう、なんか朝からジムとか行って健康的だなみたいな、まあ、もちろんね、あの仕事で僕たちトレーニングするから、そうだね、うん、まあ、老化現象、そうだね、老化現象で早く目が覚めちゃうかな、でも朝ごはん食べないんですよね、あ、そうだね、でもなんかさ、いつもレースとかさテストで行ってるときはちゃんと朝ごはん食べてる、そう、あれは何で、あれは、うん、朝ごはん食べないと、うん、あのエンジンがかかんないっていうか、あの仕事の時と出張の時は必ず食べるんだけど、うんうん、なぜかというと、うん、ホテルだと朝ごはんついてるじゃないですか、そうだね、うん、で家だとまあ自分で出さなきゃいけないですよ、ね、誰かが作ってくれないと、あ、多分これ誰かが作ってくれないとってくれないですよ、 YouTube の皆さんおお、いった、見えてる、見てる、休日っていう休日が、うん、なんか僕たちの仕事って、うんうん、なんか毎日何かしらやることがあるというか、うんうん、なんかやろうと思えばなんか普段その溜まってる仕事とか、うんうん、調整とか連絡とか、うんうん、まあいろいろできるじゃないですか、うんうん、だからこの日は本当に今日はオフみたいな決めないと完全にオフにならなくて、うんうん、そうだね、ただなんか友達と出かける約束をしたらオフかなって感じ、うん、ああ、なるほど、キャンプじゃないけどなんかみんなで出かけて、うん、お前で出かけるとか、アウトドアもやるんだ、アウトドアでもあのそんなに超なんだろう、これ多分アウトドア好きの人に言ったら怒られると思うんですけど、それアウトドアじゃないよっていうぐらいだけど、まあでも外でテントとか建てるのは超めんどくさい超めんどくさい、俺もそう、結構ねキャンプよりも多分グランピングの方が多分向いてる、へえ、そういうのが好きかな、まあそうだね、あの焚き火とか好き、焚き火分かんない、焚き火、なんか火をキャンプファイヤーみたいな、火見ながら、ああこう語り合って、夜なんか、はい、こう輪になって、いいよね、なんかね、怖い話したりとかマジただの学生ですねこれ、ああ、え、逆に何してるんですか、俺休日の日はもうあれだね、やっぱね、今家族いるし、うん、やっぱ子供と触れる機会っていうのが、うん、やっぱレースとか週末にやっちゃうとどうしてもね、あ、確かに土日にないと休みが合わないから、だって運動会とか出れないじゃないですか、あのね、ここね、あの娘が今もう1年生なんだけど、うん、去年か初めて運動会っていうものに出れて、はい、幼稚園の3年間は運動会出れなかったもんね、うん、なんか
それ僕たちの仕事の宿命ですね。そうだね、土日やっぱ僕ら営業して営業っていうかね、仕事しなきゃいけないから。営業してるんです僕たち。そうそう、ね、だから休日何してるって言われたら、まあね、いや家族と過ごす時間あるけど、うん、基本なんかもうぼーっとしてるわかる。それぐらいやっぱり神経使ってね、いつもレースにもそうだし、テストも行っててね、何も考えないでネットフリックスとか見てる時間が一番幸せかもしれない。ネットフリックスで思い出したけど、なんか最近ハマってるのあるでしょ。アニメですか。いや、この間テラハ見てた。テラハ、ね、テラハ見てた。それ見ながらさ、新幹線移動しててさ、横で失笑してたから、いや何見てんだろうなと思って。今ね、ちょっと結構面白いんですよ。面白い、うん、あの住人が入ってきて、うん、まあまあこういろんなことをなんかやってくれるんで、うん、まあこれはあの本編を見てほしいんですけどね、うん、なんてラハの宣伝してんだろう。いや、まあそういうね、なんか中国がなんか結構その移動の時にそういうビデオ見たりとかしてるのはね、結構あのほら海外行ったりとか移動長いじゃないですか、うん、だからそのシリーズものが好きで、あテラスハウス。でもテラスハウスと相乗り見てるって言ったらだいぶ恋愛ものばっかだな。そう本当だね。相乗りも楽しいです最近。さあ、ドライブ終わってですね、はい、僕が本当に今日連れてきたかったとこはここなんですよ。めちゃくちゃかっこよくないですか。ここはですね、実はあのオリド選手が、はい、まあ、経営してるというか、はいはい、ガレージなんですけど、130ある横浜さん、はいはい、休日こんな風にガレージの中で過ごせたら最高だなっていうのを、ちょっと、ね、車も好きってことなんで。いや、大好きですよ、うん、ちょっといいですか、お邪魔しても。もちろん、もちろん。あ、本当ですか。これ、もう本当すごいですね、ガレージね。このスープラもこれ常にこういう風にされてるんですか、ディスプレイというか。常にこうされてます、まあ、ディスプレイというか駐車されてますね。駐車ですか。駐車です。ここはオリドさんのガレージ。ガレージです、もう趣味のガレージ。趣味のガレージ。趣味のガレージ。僕も会社ですけどね、僕は。あ、会社です、そうですね。いや、でもガレージってなんか車好きの男としては憧れじゃないですか、うん、でもその憧れを実際に形にできる人って多分そんなにたくさんいないと思うんで。ないよね。いや、本当にすごい。俺ガレージ持ちたいと思ってるけど、はい、ガレージ平手、いや別にガレージ平手じゃないけど。まあでもね、なんか休日でこういう風に車眺めながら、うん、ちょっとコーヒーして、ちょっと洗車して、うん、まったりしてっていうのをやりたいよね。僕も、ね、やりたいですね。で、そのバーカウンターっていうのはあれですか、店長。はい。あの、お酒も出てくるんですか、ここで。出す時もありますよね。あ、そうなんですね。なんかみんなでイベントやる時とかに、うん、マスオルさんがなんかパスタとか作って、あ、でみんな飲みながらあの ダーツのやつを出してあ、なるほど。めちゃくちゃおしゃれ。めちゃくちゃおしゃれですね。やることがおしゃれすぎる。看板とかもかっこいいですね。あ、あのネオンですか。もう夜になるとあのこの赤と青がこう照らして、はい、エロい感じになって、エロい感じになって、本当に何屋さんだっていう。なんか入ると日本じゃないみたいじゃないですか。そう、なんかちょっとアメリカ、カリフォルニアみたいな。オリドさん色がなんか全開なガレージですよね。いやこのオリドさんめっちゃ若い。じゃあこれも撮ろうよ。めちゃ若いくないですか。オリドさんこれいくつぐらいの時なんだろう。多分僕らより若く見えない、今の。いや若いと思います。20代ですよね。直感に似てないですか。あ、なんか雰囲気似てるね。顔の濃さが顔の濃さがなんか確かに雰囲気似てるね。え、シュッとしてる。でもお湯さんすごい。あ、お店の中にっていう話をしていたら、こんにちは。お願いします。こんにちは、お世話になります。俺の選手がいらっしゃいました。こんにちは。ようこそ、ようこそ130ある。いや、来たかったです。初めまして。初めましてじゃないですよね。すいません、お邪魔してます。はい、テレビとかではね、はい、よく拝見してたんですけど、いや、こうやって嬉しいです。山小屋です。いや、そんなことない。はい、すごいでしょ、シミュレーターもね。シミュレーターも2台あって。休日下でこうね、はい、お茶しながら車眺めて、はい、上に来てこうやって、はい、カフェして
くつろげるっていうの最高の空間なんですけども、ね、そうですね。ここはもう5年ぐらい経つんだけど、はい、移動して前はシミュレーター屋さん始めた時はちっちゃなテナントでやってて、でそれからオリジナルを作るって言った時に結局工場が必要なんです。はい、で最初自分の自宅のガレージでやってたんだけど、もう荷物が半端ないからこれはダメだって言って、でここを借りて最初車とかもいろいろやってたんだけど、はい、車にちょっと寄って、まあ、遊びはねえ、さっき岡田店長も言ってましたけど完全に織田さんのガレージになってますみたいな、ね、遊び場遊び場、まあ、仕事場だけどもちろん。そうですね、仕事場であり遊びであり、そう仕事場であり遊び場、なんかいいっすね。もうオンオフができる空間が、いやー一つでまとまって、ね、いや、まあどこがオンでどこがオフだかわかんない。はい、じゃあ僕が思う、千代選手の印象はこちらです。じゃあ僕から見た平手さんの印象はこちらです。だからなんかそういう意味では俺の方がなんかミステリアスなんで、そうそう、だからね、まだね、分かんないけど3ヶ月じゃね彼のこう奥まで行けないんですよ。